はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、今36日目の2時になったところですね。はい。まあ、昨日でお腹いっぱいかもしれませんけど、またクエスト行きましょう。はい。昨日からちょっとちょいちょい、昨日じゃないか。今日の昼か。今日昼からね、ちょいちょいやってるんですけど、なんか適当なとこ。まあ、回収行きましょうか。回収がいいよね。なんかね、終わったらすぐ帰れるしね。うん、あ、待って、ストアガンダム。これはね、行ってみようか。これ行ってみようか。ここで銃が出るかもしれないよ、ひょっとしたらね。出ないかな。バンドルが拾えたら、多分バンドルの中には入ってるんだけどね、銃がね。なんたらバンドルとかね、ショットガンバンドルとか拾えたら、多分ショットガン、ああ、落ちる。ショットガン入ってなるけど、また上がれなくなってる。よいしょ。ショットガンバンドルとか拾ったら、多分ショットガン入ってるんだけどね、中にね。おそらくね。リーマンじゃないのか。リーマンあんま見かけないんだよね。生きてるでしょ、お前。そう簡単にしないやろ。死んだから死んだね。OK。うん。誰か来たわ。なんでこけてたの、お前。なんでこけてたんですか。あ、そんなとこ上がれんの？嘘。そんなとこ上がれるんだ。まさかの展開。そんなとこ上がってくる。こうなってるから上がれんのか。びっくりした。なんかいっぱい、たくさんいる。今日もたくさんいる。今日もたくさんいますね。緑で保護色になるのはやめてくれないかな。俺のバイクにいたずらしないでくれ。お前バイカーじゃないんだからバイクに興味を持つんじゃない。バイクに興味持つな。観光客のくせに。おい、あちゃあちゃ、たまない。OK かな。あそこにも誰かいるけど、あ、貞子か。あれ貞子来ちゃった。 OK かな。 OK ですかね。ちょいちょい強化してるんだけど、全然追いつかないね。もうトレーダーボロボロやん、ね。ボロボロになってるね。あ、外しちゃった。帰ろう。何お前、ちょっと。寄ってこないでくれるかな。外した。まだいるのか。まだいるんか。本当に、お前たちは本当にしつこいね。もういいかな、もういいかな、行こうかな。よいしょ。じゃあ行きましょうか。ここか。はい、やってきました、ショットガンメサギア。ババン。誰か走り回ってたけど。犬みたいなやつだな、お前は。雪の中を走り回りやがって、本当に。あ、いっぱい来ちゃった。死んだ？死んだね。はいはいはい。はいはい、わかったわかった。よしよしよし。あ、痛い。くそ、早いな。お前、接近が早いんだよ、お前。接近が早いんだ。止まってるとすぐ接近される。OK、はい、OK ですかね。そこの君。あ、死んだの？死んでないよね。そこの君。おい。死んだか。あ、スキル上がった。やった。な、いくつになった？ 92。やっと92になったか。あ、また来た。クエストをやらせてくれ。あ、まだ来た、なんか。こいつめっちゃボトボト言うよね、お前ね。ボトボト言いすぎじゃない、ちょっと。もういい、まだいたような気がするけど、そこにいるな。めっちゃ壊してくれよ、お前。めっちゃ壊してくれよ。なあ。死んだ？死んでないな。ちょっと、もしもし。死んだか。
よっしゃ。もういいかな。もう、あ、クマ来た、クマ。クマが。クマ弱いよね。めちゃくちゃ体力のあるゾンビに比べるとクマがすごく弱く感じてしまう。うん。よし、ということで行きましょうか。じゃん。え？いきなり崩さ、いきなり崩してるやつがいるけど何？あいつ、何お前、いきなりそんな、あ、もう出てきた、いきなり。いきなり出てきた。いきなり出てくんの？反応が良すぎるんだろうね、多分ね。反応が良すぎて出てきちゃうんだね。はい。補給品を見つけるなんだけどね。こんにちは。どこ？またクマがいるんだけど。またクマいるんだけど。なんでそっちにいるの？なんでそっちにいるんですか？ノラか。ん？サダコ来た。そこか。って感じだけど、本当に。はいはいはい。忙しいね。忙しいね。なんか知らんけど。上から落ちてくるのか、バリバリ。上からバリバリ落ちてきてるような気がする。もういいですか？満足したかい。クマどうしたの？クマ倒してないと思うけどね。いる？どこにいるの？クマ。いた。オッケー。消えろ。よっしゃ。だいたい出てきちゃったかな。だいたい出てきてくれましたかね。うん。あ、弾薬あるね。いらなかった。弾薬じゃなかった。弾はね、欲しいんで、そろそろ弾作らないともう在庫なくなったんだよね。あの、なんだよ、2万発ぐらい弾作ったんだけど。なんだかんだでもう全部使い切ってしまったっていうね。これ何？バトンパーツか。いらないね。バトンパーツこそいらないね。こんなことやってるから弾なくなるんだろうね。無駄遣いが過ぎるな。無駄遣いが過ぎるね。ちょっとね。これ見たな、さっきね。ここ見てないよ。あ、これ強くない？あ、そうでもないか。持って帰ろう。売ってしまおう。ショーケースの中は空ですね。はい。ここは、これ、調べらんないの？あ、これ調べらんないんだ。服はいけるけど。服いらないね。あ、これもできないんだ。で、ゴミ箱はできない。これも、これもできない。これはいらない。はい。ここは開いてないんだ。開いてないけど、あそこ壊れてるから開けていいとこだね。壊れてるとこ、独自のルールがあってね。壊れてるとこは開けていいんですよ。あ、そういえばなんかほら、コメントでさ、コメントでありましたけど、なんかね、サンドボックスの王道だろうみたいなコメントがありましたけど、あの辺はね、まあ確かにそれはね、そうかもしれない。その辺をね、否定する気はないんですけど、人それぞれ遊び方自由だからね。遊び方自由なんで、まあこのゲームはサンドボックスなんで、何でもできるし、何もやってもいいのが、っていうタイプのゲームなんですけど、まあ、私の場合はですね、動画で世に公開している都合上ですね、まあそういうのは一応やらないでおこうかな、ということになってますね。うん。っていうのもね、あの一応さ、ほら、例えばこういう建物だったらね、制作者の方が一応ちゃんと ルートを考えてさ、そのルート通りに行けばいろんな仕掛けがこう体感できるようにね、スリーパーもね、あの このドア入った時、この見えないとこからスリーパーゾンビが出てくるようにスリーパー配置しようとかさ、いろいろ一応考えてくれてるわけじゃないですか。ね、制作者サイドがね、作ってる方々がね、うん、だからその辺はね、一応動画を公開するものとしてはですね、まあそういうところをきっちりちょっと見せていこうかなと。きっちり見せていこうかなというか、そういうところをね、見せられた方がいいかなと思ってるんで、まああんまりこういうね、例えばここのドアはね、ここでもどっかから行けないんだったら開けるけど、基本は開けないですね。で、こういうね、あの穴が開いてるドアは開けちゃう。穴が開いてるドアに限っては開ける。うん。まあ、なんでかっていうと、なんか穴が開いてるドアは、向こうが見えるようになってるドアは、どっからも入れないことが多いんで、
そういうところはね、まあ、開けちゃいますね。まあ、あとはね、基本的に本当に行けないとこしか叩き壊したりはしません、私。はい。ルート通りに行かせていただきます。まあ基本的にはね、絶対やらないわけじゃないんだけどね。うん、絶対やらないわけじゃないですけど、基本的にはそんな感じで、動画としてはね、やっていきたいという感じでやっております。はい。まあ、プライベートでやるときはね、ガンガン壊していったりするんだけどね。動画じゃないときはね、動画じゃないときはもうガンガンも壁も叩き壊して、もうブロック積んで上に登ったりとかするんですけど、動画のときはしません。一応そんな感じになっておりますね。はい。だからね、そういうプレイスタイルの人は、なんか見ててね、イライラするかもしれない。なんかそこから行きゃ早いの、そこ壊せば早いのにとかね、そっちから行ったら近いのにとか思うかもしれないけど、まあその辺はね、ご了承ください。はい。そこら辺はもうご了承ください。一応そういうスタイルになっておりますのでね。はい。ということで、またクマがいるじゃん。クマだけ先やりたいな。気づかれたか？クマだけ先に、あ、ちょ、まあ、ちょ待って。走ってくんなよ、そんな急いで。そんな急がなくてもいいよ。ね、お前たち。そんな急がんでもいいってば。痛い。そんな急がなくてもいいよ。ゆっくりでいいよ、ゆっくりで。こいつまだ生きてる、もう死んだか。何よ、何その動き。あ、まだ生きてたのか、やっぱり。やっぱり生きてたのか。ボテボテ言いすぎだって。死んだ？クマどうしたの？あ、クマまだいるわ。クマ弱いから多分すぐ死ぬんじゃないか。死なないわ。あ、意外と強かった。意外と強かった。クマも頭を打たないと死なないね。あ、これ売れば高いんじゃない？あ、そうでもなかった。じゃん。そしてやっぱり銃は出ないね。まあ、まだそこまで漁ってないか。ここに敵いたよね、確かね。スリーパー。いなかった？この辺に。あ、いた、やばい、いた。あいつ、死んでない。あいつが死んでないから、気になる。死んだか。あ、オッケー。どこ？貞子、そこか。ん？え？今その辺にいなかった？サドコ。その辺にいたと思うけど。あれ？いなくなったね。隠れちゃおう。隠れちゃおう。あれ？何もないんだっけ、ここ。何もないんだっけ。カバンがあるだけか。マジか。しょうもな。あ、じゃあグレネードだけもらっとくか。なんかあの辺にいたような気、あ、いるね。当たったか。当たったね。オッケー。行きましょうか。ここ叩こうとしてるね、なんかね。ああマジか。マジか、それ。出てきちゃうの？こういうね、やっぱゾンビが勝手に開けちゃうからさ。本当はこっから来るんじゃないんだけどね。ね、そういうルートじゃないんだけど、本当は。上から落ちてくるパターンだけどね、これね。OK?OK か。だから本当はこっちから行くんだよね、多分ね。うん。こう行って、ここからも、ああ、いるいる、来た。はい、いらっしゃい。あ、だいぶ強くなったかな、ちょっと、ライフルのスキルも。ライフルもだいぶ強くなったかな。当たんねえ。当たらなければ意味がない。強くなったんで、当たんなきゃ意味ねえよな。だってね。え？死んだ？死んだね。よっしゃ。よし。ちょっと強くなってきたかもしんないね。うん。92だからね。あ、こっちなんもないんだっけ。ここになんかある。じゃん。しょうもな。しょうもな。しょうもない。はい。で、ここ降りたら、あれ、これパリパリって行くんじゃなかったっけ。あ、パリパリって行かないのか。壊さなきゃダメなのか。え、ここお宝じゃないの、最後の。あれ、ちょ、待って。おやおや
ほうほうほう。まあでも、パリンって行っちゃっていいのかな。とう。もう誰もいないよ。さっき出てきちゃったから、人が。ねえ。あ、こういうところでも鹿玉はまあいらないけど。バトンパーツ、やっぱ、そのパーツすら出ないね。マシンガンパーツとかね、そういうものすら出ない。本当に。ピストルパーツとかね。バコン。ああ、なんでスレッジハンマーの部品が出るんだろうね。ねえ。ガンショップなのに。あ、その上にもあるね。ここにもあるな。お、珍しい。ショットガンメサイア。一貫。はい。はい。はいはいはい。以上か。以上ですかね。あ、ここをちょっと見たい。ツールボックス。布かよ。はい。B か。珍しい。ニスコ。まあ、大したことないね。で、これどっから出んの？ここ開いて、ここが普通に出れるんか。ああ。ワークベンチ。お！クルーザー、クリーザー。かわからんけど。バイクのハンドルだよね。バイクのハンドル。はい。え、ここ何にもないの？なんかありそうな気もするけど、ないね。ないわ。はい。あ、まだスリーパーいた。マジか。一人か。おい。そこの君。いや、一人じゃないな。もっといるな。死んだ？あ、そこにもいるのね。ちょっとやめてくんないかな。そんな。やめてくれないかな、そんな迫ってくんのは。OK かな、 OK ですね。こういうところにさ、あ、まあ、スレッジハンマーか。いらないな。これも開けてみるか。はい、オープン。ま、いらねえ。あ、一番最後に補給品があるな、ここに。ここも最後の最後だね、あるのが。あー、そして何もない。はいはい。どこ？これ出れるんだっけ？あ、ここちょっといろいろあるか。出れない。鍵。鍵とかないの？あ、そう、開けて、貞子くん。開けてください。こういうの投げてみるかな。貞子弱いからこれで死ぬんじゃない？いて、自分燃えた。自分が燃えちゃったわ。これ燃えるんじゃない？死ぬんじゃない？弱いから、あいつ。あ、死んだ。死んだわ。よし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 。よし。ただこれ出れないんだったらどっから出るんだろうな。これ、あされないの？これ、これ、こんなにほら、こんなに、銃が立てかけてあるのにさ、でもないんだ。銃じゃないんだ、それ。ショットガン欲しい気はするけど、もうダメだな。ショットガンは一発で倒せなかったら意味がないんで、連射できないからね。もう、上に行けたり、そんなわけはない。これ壊さなきゃいけないのかな？ということは、やっぱさっきの最初のところの入り口のドアはやっぱ行けなかったんで、あそこ壊すしかないね。壊しちゃうか。ねえ。ここにも誰かいそうだな。ここにも誰かいそうじゃない？いるでしょ？いない？これ。いるよね、ほらね。いるよね、誰かね。いるよね。いや、これまた自分燃えそうだな。また自分燃えそうだけど、慣れちゃう。出てこい。オッケー。オッケー。なんでこんなとこに隠れてんのね。あ、間違えた。危ねえ。斧のつもりで、斧のつもりでやっちまった、今。バコン。
頭ね、弾頭はでも、まあ弾頭ももういっぱい作ったからいらないっちゃいらないけどね。ちょっと開かなかった部屋行きましょうか。さあ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 、どこだっけ、バカ、ここだっけ、ここだね、ここ開けよう。マコン。ああ、このさ、鉄鋼製のコンボパーツが一時期はね、欲しい欲しいって言ってたけどさ、もう今となってはいや、今となってはいらないんだけど、めっちゃ出るっていうね。うん、めちゃめちゃ出るね。ああ、これバトンパーツ。バトンパーツもよく出るんだよね。バトンパーツも、1対1とかなんだ、いいかな。ねえ。1対1なら別にね、感電させてる間に叩けるから、いいけど、何人もいたらちょっとな、難しいもんがあるね。スタンバトンもね。相手が何人もいたらね。うん、これはもう置いていこう。はい、以上ですかね。以上ですな。うん、帰りましょうか。これ一応見てこう、中。じゃん。ご飯か。食べちゃおう。これ飲んじゃおう。はい。玉はありがたい。ありがたいね。よし、帰ろう。はい、帰ってきました。ただいま。ボロボロだけど、ボロボロだけど帰ってきました。はい。よいしょ。トウ。ボテッと。まあ、2か3ぐらいダメージ食らう。はい、行ってきたよ。うん、どっちが高い？レーザーブーツ、レザーブーツの方が高いんじゃない？あ、そうでもない。あ、レンチの方が高いんだ。よっしゃ、終わった。あ、タクティカルアサルトライフ、タクティカルアサルトライフルじゃない方がいいな。持ってるからね、タクティカルアサルトライフルね。持ってるけどな、これ。まあ、微妙だね。品質、高けりゃいいけど。まあでもこれだろうね。これにしようか。品質高ければいいね。特別な仕事。どこだ特別な仕事。ティア4取引ロード開放 1.6 キロ。行きましょう、これ。トレーダーレクト。どこだ荒地か。荒地に行かされる？シャ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 。ああ、ここだ。ここですね。なるほど。荒地に行かされるパターンか。ちょっとめちゃめちゃ気になるこのバンドル開けてみようか。これ開けてみようか。めちゃくちゃ気になるんだけど、これね。ねえ。まあちょっと待って、これ次回の楽しみにしようか。次回の楽しみにしといて、とりあえず、レクトさん家に行って、ティア4の、あ、待って。レクトさん家に行ったところでティア4のクエストは別に解放されないのか。ねえ。そうだよね。ちょ、入っていくのやめてくんないかな。はい。お前、入っていくと、ちょ、落ちていかないでくれるかな、ちょっと。おーい。おーい。上がってきて。早く。上がってきて。上がってきてちょうだい。はい、早く。おい。ほら。死んだの？死んでないな。あんまりこう上から打つと、下のクッションがさ、ねえ、クッション壊れちゃうよね。あ、死んだみたいね。よし、ちょっとレクトさんち行って報酬だけもらってくるか。どっちだ？向こうか。あれ、でもあそこさ、ちゃんと道沿いに行かないと大変なことになるから。ねえ。あ、でもまあいいか。この道通って行った方がいいよね、多分ね。うん、そうしよう。地雷があるから。地雷あるからね。地雷踏んで爆破するん。よし、ちゃんと道通っていい。ちょっと道なりにちゃんとね、行ってくるわ。はい。よっしゃ、着きました。着いたよ。着いたよ。じゃん。ここは漁ってないけどね、まだ全然ね。え、中に人いんの？はい、こんにちは。ありがとう。ちなみに、あ、ティア2か。そうか。砂漠の街をやってたからね。ティア2のままなのか。なるほど。トウン、トウン、トウン。病人の？あ、いるいるいる。
ここには上がってこれないと思うよ、多分この人たちね。ここには上がってこれないと思うんだが。入ってっちゃった。入ってっちゃった。入ってったところで、多分上がれないと思うんだけどな。あ、こいつ生きてるね。あ、死んだか。すごい走るね。全力疾走だよ。ねえ。全力疾走じゃないか、こいつら全員。すごいね。そしてなんで俺ダメージ食らってるんだ？なぜ私はダメージを食らっているのでしょうか。暑いからか？え？あんまりなんか戦いたくないね。地雷踏みそうで。ねえ、怖いね。死んだ？怖い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 。うわ、すごいダメージ。ちょ、待って、爆発範囲広くない？なんかデモリッシャーの。あんなとこまで行ったぞ。爆発範囲広いんじゃない？ちょっとデモリッシャーの。ねえ。ねえ、貞子くん、ちょっと。すごいとこまで吹っ飛んだぞ、今。あんな、嘘でしょ。マジで言ってる、それ。ねえ、そしてお前地雷踏まなかった？今、普通に走ってきてるけど。お前地雷踏んだような気がするけどね。気のせいか？気のせいじゃないやろ。あ、なんか、半端じゃない、半端じゃないね、なんかね。ちょっとさっきのデモリッシャーの爆発には相当ビビったんだが。相当ビビりましたが、今の。まだいるね。ちょっともう一体爆発させてみたいな。嘘でしょっていうところまで爆発したけどね、今ね。爆風が。すごいところまで行ったけど。どこいない？デモリッシャー。いないか。早いね。犬来た。あやばいやばいやばい。やばいやばい。犬。あ、早い。ちょ、待って、デモリッシャー早っ。走んの。俺より早い。うわ、俺より早い。やばい、これは死ぬかもしれない。追いつかれるんだ。マジか。追いつかれるんや。オーバー回復しよう、オーバー回復。これはまずいね。これは戦えたもんじゃないな。素で俺より足が速いデモリッシャーなんか、あー踏んだ。で、勝てるわけがない。ちょっと待って、逃げよう逃げよう。一旦逃げよう、一旦逃げよう、一旦逃げよう。足速すぎるやろ、そんなの。マジか。マジで言ってる、それ。無理やろ、そんなの。いや、怖えな、荒地は、やっぱり。荒地怖すぎるわ。マジか。とりあえず森に逃げ込もう。うん。ということで、まあ、今回はこの辺にしておこうか。今回はこの辺にしておきましょうか。もうちょっとなんかレベル上げをしようかな。レベル上げというか、うん、なんかしないとダメだね、これ。今のままじゃちょっと歯が立たないな。うん。はい、ということで。まあ、ちょっとなんか考えておきますね。はい。では、今回はこの辺にしておきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。お疲れ様でございました。またね。